夢見るアドレセンスは日本の女性アイドルグループである。タンバリンアーティスト所属、愛称は夢アドである。本項目では夢見るアドレセンスが中心となった夢アド姉妹計画の各グループについても記述する。白報道 DY メディアパートナーズの伊藤広報プロデュースのもと、ピチレモンのモデルを中心に結成された。アドレセンスとは思春期のこと。ファンは 夢ともと呼ばれる。岡本図、キートーク、ドレスコーズ、ミンミ、川谷絵のん、ミセスグリーンアップル、ヤバイ T シャツ屋さん、NNBS などから楽曲の提供を受けた。2012年7月に、小木野、岸田、山田、岡、小林及び KK の6名で結成。8月には、第1回公演、秘密基地を開催し、シングル、 初めての輝きを発売した。また同月に、下北 FM で、夢見るアドレセンスの、いつやるの今でしょ。の配信も開始した。2013年6月に、岡が卒業。2015年3月にシングル、バイバイマイデイズで、ソニーミュージックアソシエーデッドレコーズから、メジャーデビュー。10月に、河合アントブで夢見るアドレセンスぐんぐんバラエティ。夢飛ぶ。 放送開始。11月にはファン投票によりキャッチコピーが可愛いだけじゃダメなんですかに決定。2017年3月に山田が卒業。12月には新メンバーオーディション、なれんの、夢アドでのファン投票の結果、みなせ、山下及び山口の3名が加入した。2019年4月に KK が卒業。 12月20日のライブで、小木野、岸田、小林及び美な瀬が卒業、同時に、プロデューサーの伊藤も運営を離れた。翌21日のライブで、鳴海と白川が加入して、新体制での活動を開始した。2020年8月、新キャッチコピーが、かわいいの公式に決定。2020年10月7日から、夢見るアドレセンス新メンバーオーディションなれんの夢アド 2020を開催。12月26日、オーディションの結果、長田彩香、生来、秋野、カレが、新メンバーに選ばれた。2021年2月3日、妹分グループとして、夢宿ヨーロッパが発表される。2021年2月18日、学業に専念するため、立花彩香が脱退。順位は、オリコン週間ランキング最高位。 ゲスト出演夢アドヨーロッパは夢見るアドレセンスの派生妹グループの一つである日本の女性アイドルグループ。タンバリンアーティスト所属、愛称は夢アド E。2020年に行われた夢見るアドレセンスの新メンバーオーディション、なれんの夢アド、?2020 のファイナリストによって結成され、夢アド3姉妹計画の中で自助グループに位置づけられている。 ヨーロッパの多様性をコンセプトに活動を展開し、2021年4月に東京渋谷デュオミュージックエクスチェンジでデビューライブを開催。8月10日にファーストシングル、Here We Go And Go シャキンムービンをリリースした。旧メンバーシングルテレビウェブテレビラジオ夢アドシトランは夢見るアドレセンスの姉妹グループの末っ子グループであり、ジュニアファッション誌。 キューゲルと連動した女性アイドルグループ。メンバーはキューゲルのモデルであり、キューゲルアイドル部としても活動。シトランは柑橘類の青々しく若々しいフレッシュなイメージを表している。結成当初の平均年齢は11.8歳。2020年2021年夢バンクウィッシュはタンバリンアーティスツが運営するベトゥーバーアイドルグループ。 夢アド姉妹計画の最終兵器に位置づけられている2021年メンバーありがとうございます。